こんにちは。たった今郵便が届きました。ありがとうございます。さあ開けるとですね、なんと、いや、ありがとうございます。これはありがたい。こっちじゃないな、すいません。こっちでした。こちらと、冷たいですね。こちらと2つ入ってございました。さあ何でしょうか、これはね。半分分かっているんですけどもね、ちょっとカメラのアングル変えましょうか。あ、これはね、出前のお寿司の銀の皿のパンフレットがさっきね、ポストに入ってましたね。でまずこちらから開けてみますね。さあ、なんでございましょう。ちょっとすいません、バリッと開けますよ。お、さらに小さな箱。こちらから出てくるのが、煮込みうどんセット。あ、こんなにすごいですね。これはこんなにうどんが入ってました。あ、このお味噌で食べるようでございます。さすが名物ですね。じゃあこちらの方ありがたくいただきます。そしてもう一つの方ですけども、これもまあ楽しみですね。すいませんけどバリッと開けますね。これはヘギそばの雰囲気がします。ちょっと乱暴な開け方ですいませんけど、撮影しながらなんでね。はい、これなんて書いてあるんですか。そうめんかな。あ、うどんですね。これまたこのおつゆが入ってて立派なものですね。はい、大好きなうどんをこんなにいただきまして、もう今年はね、年越しうどんの時までこれでなんとかやっていけそうでございます。お送りいただきましてありがとうございます。どうも。これからもね、いろいろと協力してやっていきましょう。で、今回ね、お送りいただいたこのうどんなんですけども、あの、岡恵理子さんね、皆さんもお家に帰ったらお帰りっていう風にね、声が聞こえると思いますけども、岡恵理子さんのプレゼントでございます。いただきます。ありがとうございます。そして、岡恵理子さん、なんとですね、今、2月の出版が絶好調で、節分を一つの節目として、まさに節分ですよ、リリースされたわけですけども、今たくさんの方がね、読んでいただいて、レビューもかなり繁盛してるみたいです。これからまだまだ売れると思いますしね。この莫大売れる最初の先頭集団が今読んでるところでございます。で、読み終わったら皆さんもね、レビューを書いていただいて、ますます広めていただきたいかなと思います。なんとですね、2ヶ月目にして27万円以上の売り上げをマークして、まあ、それを本にまとめてくださったと。まあ、どんなところからもね、一花咲かせれますんで、まあ、自分ではもう手遅れと思わずに、打つ手を打っていけば必ず響くものがあるということでございます。それでは以上です。お送りいただきましてありがとうございました。いってらっしゃい。